龍が三人衆の一人、豪山攻め王トライローの技を破り、修羅とは人間界から天空界へ再び戻ってくることができた。そして一気にトライローを倒した修羅とは無事ヒューガたちと合流した。だがその時そこに現れたのは玄武殿で別れたかつての友夜叉王ガイであった。奪われた必殺技、ガイ。修羅王よ、だいぶ腕を上げたようだな。ガイ、やっぱり無事だったんだな、ガイ。ガイ、シュラト、大丈夫か。ガイ、シュラト、ガイ、お前。本当に心配したんだぞ、ガイ。さあ降りてこいよ、ガイ。オンバザラタマクカンヤシャハーン。ガイ、お前まさか。はあ、なんという相馬だ。平成門の時よりもさらに高まっている。シエット大丈夫？ガイ、お前正気に戻ったんじゃなかったのか。優しい自分を取り戻したんじゃなかったのかよ。ガイ、お前だって分かってるはずだ。このままじゃ天空界は滅んじまう。そうなったら俺たちの住んでた人間界だってダメになっちまうんだぞ。いや、もうおかしくなりかけてるんだ。お前の姉さんだって死んじまうんだぞ。それでもいいのかよ。それがどうかしたのか、シュラ王。ガイ、破壊こそは新たな力の源なのだ。そのためにも私は全てを破壊し尽くす。何？お前は俺の親友なんかじゃねえ。俺の前から消えろ。俺たちの邪魔をするな。私は自らがこの世界に転生した意味を悟ったのだ。もう今までの私ではない。天空界に転生してきた意味。私の獲物を横取りする気か。あとは任せましたよ。ガガイ、誰だ貴様は。龍が三人衆が一人、同僚アカラナータ。最後の一人ってわけね。なんて強大な相馬なんだ。アカラナータだろうが誰だろうが俺たちの邪魔はさせねえ。行くぜ。
ノック。シロボ。バカ。クンダリーニやトライローを倒したからといって調子に乗るな。私は奴らとは違って小手先の技など使わない。くそ。死ぬがいい、シュラト。バカな岩山が消えた。シュラト。シュラト。どうだサラス、見つかったか。いや、前入りはダメだ。移動球が接近しているのは間違いないが、その気配すら感じられない。どうするの。もう天空界で探す場所はないよ。となると手は一つか。坊やたちのところだね。うん、合流してビシュヌ様をお救いするしか手はあるまい。ええ。よくもしらと。これで死んだのなら所詮その程度の男よ。何？吠えるな。どうせ貴様らも同じ運命をたどるのだからな。しらと。さすが野生児。いやー、参った参った。シャクティが泥だらけだぜ。山をぶつけてくるとは思わなかったぜ、不良のあんちゃんよ。そうでなくてはな。少しは逆らってくれんと私も張り合いがないというものよ。勝手なこと抜かすな。今度はこっちから行くぜ。長く三番ダーボダン、アビラン剣ソアカ、シュラマハケ。よし、やった！もっ！どうした？それで終わりか。マッハ剣を食らって傷一つないとは。タフなお方だこと。俺のマッハ剣が。さあ、一番最初に地獄へ行くのは誰だ？よし、俺はまだ相手だ。おお、竜王とはな、久しぶりだ。なんだと？二度もやられに来るとは殊勝なやつ。何をよまいごと。俺は貴様などに。なんで。貴様は何も知らずとも、貴様のシャクティは私を覚えていたようだな。私と貴様たちの1万年前の戦いをな。なんだって。そうだ、忘れているのなら見せてやる。モンブーバ・ソーバ巨雷霊思考。なんだこりゃ。奴の作った幻か。幻などというチャチなものではないわ。さあ、貴様らのかつての生き様しかと見届けるがいい。神軍とアスラ神軍の戦いだ。やれやれ、派手な見せ物だこと。レイが、あれ、ああ、俺は、俺のシャクティ。あれは、俺じゃないで。俺のシャクティ、あれは、レンゲ、空薬。いや、シャクティだけ同じだ。あら、あたしもどきもいるじゃない。そう、これは貴様らが転生する前の姿。そしてこれが1万年前の貴様たちの戦い。じゃあ、あれがガイになる前のヤシャ王だっていうのか。あれこそ八部衆の本来の姿だ。インドラに騙されていなければ今でも八つの心を一つにしていたはずだ。ヤシャ王が。あれは
アカラナータ。トライロンよ。クンダリーニもいるわ。じゃあ、あいつら。アスラシング。嘘よ。アスラシングはミシル様が移動球に封じ込めたはずじゃない。逃げろ。そうか。なんて強さだ。どうだった過去への旅は。そうだ、貴様は1万年前に私が殺した。貴様、ちょっと待って、なんか引っかかんのよね。そうよ、もしあれが1万年前としてよ、なんでお前たちだけ同じ顔なわけ。そうよ、そんなのおかしい。くやいや、アカラナータ騙したの。おお、そうかな。いや、そういえば以前リシュル様にお聞きしたことがある。凶悪なアスラ神軍を3人天空界の外れに封じ込めたと。ってことは奴らは。そうよ、あの時ビシュヌさえ出てこなければ我々の一方的勝利だったのだ。だが今やビシュヌはいない。覚悟してもらおう。シュラト、シュラト、好みに感じる天空界すべてに広がりゆく滅びの気を。悲しいかビシュ、見るがいい。お前が愛し慈しんできた天空界を今滅びようとしている。移動球が天空界に出現する日ももう間近。いよいよ我らの時がやってくるのだ。そうだな、ガイ。はい。シラト、ヒューガ。次は竜王、貴様の番だ。1万年前はやられたかもしれんが、今度はそうはいかん。無駄よ、無駄、無駄だ。そのように襲いつきは何万回突こうとこの私に傷一つつけることもできんわ。龍馬、龍馬、大丈夫か。大口の割には1万年前と大して変わらぬ実力。もう避けることさえ飽きたわ。さあ竜王、1万年前と同じように真っ先に貴様を殺してやる。何を言うか、行くぞ。ナウマクサンマンダーポダラン、ナンドハナンドソワカ。竜王反撃。シャクティが。どうしたんだよ、リョーマ。リョーマ、どうした。動け、動くんだ、シャクティよ。やはり貴様のシャクティは私との戦いを好まんようだな。バカな、くそ。もはや見ているのも不愉快だ。私の前から消えろ、竜王よ。リョーマ。さあ、これで分かっただろう。お前たちなど所詮この私の前では赤子同然の実力なのだ。おとなしく滅びの時を迎えてもらおう。黙れ。我々は天空界を守る八部衆だ。たとえどんなに貴様と力の差があろうと、むざむざと滅びを待ったりはしない。おお、ならば己の無力さをその体で知るがよい。来い。くぞ、どりゃ。バカな。うわ、バカが。こんなものが通用すると思っているのか。
そのままやられていれば苦しまずに済んだものを。黙れ、1万年の時を超えてお前と決着をつけてやる。勇ましいことだな。ならば貴様にはもっと楽しみを与えてやろう。減らず口を喰らえ。ナウマク3万ダーポダラン、マガシャーダスサマカ、天王水蔵月もらった。やった、やった。ふん、な、何バカだ、俺の技が全く効かないとは。ではお返しといくか。ナウマクサンマンダーボダナン、マハシャーダソワカ。何、あのタントラは天王水晶月。はあ、バカだ。うわあ、うわあ、ヒューガ。なんで、あれってヒューガの技じゃない。ヒューガ、そんなバカな。ヒューガの技をいつの間に。ふん、貴様らのチャチな技など一度見ればすぐ使いこなせるわ。言ってくれるじゃないの、お兄さん。ならばこれはどうだ。ナウマク3万ダーボダナン、アカカルラソワカ、カルラ羽根吹雪。何、無駄だというのがまだ分からんのか。ナウマク3万ダーボダナン、マカカルラソワカ、カルラ羽根吹雪。まさか。うわあ、レイガー。レイガー大丈夫？ラクシちゃん、たまには私のことも心配してくれちゃったりするわけ。何言ってんのよ。ちょっとかっこ悪いわね、今日のあたし。レイガー、よくもみんなを。シュレット、さあ最後の一人だぞ。どうする、シュラ王よ。尻尾を巻いて逃げるか。俺は人間だい。尻尾なんかあるか。逃げも隠れもしねえぜ。ダメー、ダメだよシュレット、もうやめて。力が違いすぎる、脅されちゃうよ。ありがとうよラクシュ。けどどうしても逃げるわけにはいかねえんだ。大丈夫、俺はビシヌ様を助け出すまでは絶対に死なねえ。だから待っててくれラクシュ。行くぜ、アカルラカ。シュレット、クズが、貴様の技などすでに見切っているわ。ナウマク3万ダーボダラン。そう簡単にコピーされてたまっかよ。ナウマク3万ダーボダラン、アビラン剣ソワカ、アビラン剣ソワカ、シュラマアケの前様をぶつけたのに、かすり傷一つ負わせられねえなんて。こら、来るな、来るんじゃない、来るな。来るな、来るな。邪魔だ。な、ラクシュ。だ、大丈夫、ラクシュ。ラクシュ、少し太った？もうか、ほっといて。まったく、女までいじめるなんて
最低の男だね、あんた。メイガ、お前無事だったんか。これで無事だっつうなら、シュラト君かなり目悪いよ。俺も無事とは言えないがな。ヒューガー、しかし八部衆としての誇りにかけて、どんなことがあろうとここでやられるわけにはいかない。まだ生きていたのか。強さはともかく、しぶとさだけは一人前だな。何？あんまし否定できないところが辛いけどね。では三人まとめてとどめを刺してやろう。いや、四人だ。龍馬、龍馬だが、とどめを刺されるのは我々ではない。それは貴様だ。おお、なかなか面白い冗談だ。冗談かどうか、やってみればわかる。みんな、マンダラ人だ。おう。龍馬、大丈夫か。ああ、行くぞ、中央マンダラ人。まだそれだけの相馬が残っているとは。ならばこちらも手加減はせんぞ。もうやめて、みんな死んじゃうよ。圧倒的な力を持ってシュラトたちに迫る不動明王アカラナータ。果たしてシュラトたちの獣王マンダラ人はアカラナータに通用するのだろうか。天空界に崩壊の危機が迫る。行くぜ。治れないほどのダメージを受けてしまった。なんとかサラスに救ってもらったけど、あいつ化け物みたいな強さだぜ。これはクンダリーニとトライローのシャクティじゃないか。な、何？シャクティが合体した。次回、天空戦記シュラと恐怖合体シャクティ、オンシュラソワカー。